中土佐町呉の名物ところてん。良質のじゃことかつお節などで作った脱出油でいただくのが土佐流です。大正10年創業の高知屋では、3代目元井康介さんが創業当時から変わらない味を守り続けています。多分一般の寒天で作るところてんと、そのまま生の天草から作る、また食感が全然違いますのでね。それとお出汁ですね。これ高知県独特のカツ出汁で食べる、この食べ方っていうのは他の県にはない、県外の人からしてみたら斬新かなみたいな感じだと思いますね。はい。天草を干す作業から始まり、ほぼ1日がかりのところてん作りは重労働。例えば機械化するとかなんとかいう方法もないことはないんですが、それをやってしまったらやはり品質にちょっとこう崩れが出るというふうなことで、やはりこれはまあ守っていかなきゃならん、また作り方だと思います。はい。日々海の幸と向き合う元井さんにとって、呉の海は特別な存在です。カツオもそうですし、まあ、他の魚類、魚介類、そしてまた うちみたいなこの海藻を使った商品とか、全てがやはりこの海があってのことで皆さんのなり合いになっているような感じがします。だからそのうちの商売もやはり海がなくちゃなかなか商売もさせてもらえないようなことで、本当にこの大事にさないかん、この海ですよね。はい。海と日本。